左のアンダースローがいない理由、わからない。スミミツを。サイドちゃうの？左のアンダーなら120キロ台でもいけるんやないか？左のワンポイントで。この人か。右の内側から浮き上がってくる軌道は左は初見では厳しいやろね。ランディ・ジョンソンってサイド気味よな。左の数が少ないのにアンダーが少ないからな。高校生のこの子おもろいな。北越左腕クインテット急成長の中里博樹投手、横手、下と投げ分ける。昔、近鉄におった清川が左アンダースローやったかなって思ったけどアンダー気味のサイドスローか。パワプロではアンダースローにされてたけど。成田かけるもサイドにしたけど、さらにリリース位置を下げて欲しかった。左投げで投手志望なら監督がなんとかオプションとして使えないか考えるから、強豪でエース格になれるかどうかはともかくマウンドに上がれるチャンスはなんだかんだで回ってくる。俊介の言葉を借りるなら投手失格レベルでも投手を諦めたくない選手が最後に行き着くのがアンダーだから。左投げの時点で余レベルでも投手失格に追い込まれることがほぼ考えられない以上左投げアンダーは生まれようがないんだろう。昔ヤクルトの田畑和也がサイドスロー打診されて意地でもオーバーで投げたってのがあったな。サイドスロー打診イコール事実上の最後通告と思って発奮した結果の無三に負けん気の強さを褒められたっていう話。中後ろってほぼ左アンダーだったっけ。選手間の投稿。